君、案外やるね。劣勢を利用して先祖の亡骸に近づいた。神兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。さあ、こうしたるタリア。マジか。だが、代価を支払ってもらう。こっからまた？マジか。ちゃちゃちゃ。君が。先に神の心を手に入れているとは。え、マジで？俺よりも早く。それとも黄金屋の情報を取り逃がした。どちらにせよ、俺が手を下す前に神の渡してもらおうか。違う、オイラたちじゃない。なぜだ。よっ、ミュージックスタート。逃げられると思うな。よっ、ほっ、はっ、ほっ、はっ、食らいつくせ。やっべえんだよな、あの範囲。えっ、えっ、それはちょっと強すぎない？落ちて、よっ、砕け散る。世界ランク上げた弊害か。いやー、ノックバックしないのがきついね。打つけ、下す。
一瞬か。みんなを守るからね。トン、バーバラ、行くよ。回復がほとんど使えないのはきついね。一撃つらいな。これで決める。せっかく手に入れたのに。あ、元通りになった。そろそろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば、君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにない。神の心の剣は君たちと無関係なんだろう。そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。どうしてだ。七つの幻想を集めてるか。その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて、今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。神の心がここにないのなら、最初から先祖の亡骸の中には存在しないのか。というより先祖の亡骸自体、目をくらます手段かもしれない。あ、それってガオテン君は死んでない。亡骸偽物だってこと。
まあ、死んでないだろうね。おそらくね。それが本当なら面白い。さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファーティスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体何をするつもりだ？幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ海中に封印されてる。はあ、え、魔人同士の戦いをしてたってことか。そんな魔人が神のいないリウエコを襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはできないだろうね。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔人をどう呼び覚ます？手段があるに決まってるだろ。このために揃えてたか。禁忌滅却の札、思い出したぞ。ファデュイがそれを研究してるって。研究所にも行った。その通り。君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。これほどの力を持つ禁忌滅却の札に女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するのもできなくはないだろうね。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺の心情にも欠けるけど、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えるとそれなりに面白い。神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。またのオロチだね。マジか。黄金屋を出た時に軍玉閣を見てなかったらどこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たちなぜここに？ん？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ？七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか？互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーウェを守るべきだと、そうなったのよ。ふん。なるほどな。じゃあ、何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーウェコーに近づけさせるわけにはいかない。怖い。見
2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、千眼軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけどそれはわからないわ。嘘だろ。でもリーユエを守る仙人と七星だろ。何か方法はないのか。方法はある。え、奇襲機の剣で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人にはわかるまい。だがわらわが少し手を加えれば想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ、今が決戦の時よ。作戦開始。